日本東京都葛飾区金町金町は東京都葛飾区の地名、住居表示実施済み、現行行政地名は金町1丁目から6丁目、郵便番号は125-0042。金町という名称には抗議での呼ばれ方と協議での呼ばれ方が存在する。協議での金町は当庁域のみを示す場合であり、抗議での金町は住居表示が実施される前の 金町全体を示して、呼びその対象は、金町駅の南北にある金町、東金町を合わせて、全体を呼ぶ場合とに使い分けて呼ばれている。葛飾区の北西部、金町駅の南に位置する。市街地、住宅地がほとんどを占める。北で、東金町1.3、6丁目、東で江戸川を挟んだ対岸に、千葉県松戸市中屋切南で、金町浄水場を及び、 柴又2.3丁目、西は新宿3.4、5丁目に隣接する。本節では、葛飾区の前身の一つである南葛飾郡、金町について記す。金町は古くは、金町里と言い,い、下宇佐国香取神宮寮の中心地として栄え、琴根川沿いの鎌倉街道に面した町屋が、形成されていた。その後、金町屋と呼ばれていた時期を経て、後に、 金町村になる。王永五年の、葛西三栗や注文永六二年の、小田原州所領役長に地名が載り、中世には葛西神社が、香取神宮造営の役所を務めたと、香取文書に記述がある。旧南葛鹿郡金町にあたるのは、金町、金町浄水場の全域と、東金町、柴又である。古墳時代にはすでに開けていたと考えられており、古墳時代の遺物は、 半大なり神社、金町浄水場工事現場他各所から発見され、同時代にはかなりの集落が散在し、人々が住み着いていたことが伺える。時代を降り、明日か奈良時代の711年に半大なり神社が平安時代の1185年には笠西神社が創立されており、これら時代にはある程度の大きさの里となっていた。 室町時代の1325年に記された三浦阿田文書には下兎国金調合として地名としての金町の記述が見られる。江戸時代初期の1612年には江戸幕府により水戸道中の要所として江戸川の途中上を利用した関所である金町松戸御関所が武蔵区に金町村に設置され、以後1869年に関所廃止まで 江戸幕府の防備上の機能を果たした。また1822年の駅停止の記録によれば、五街道、四王冠の内東海道、欧州道中に次ぐ3番目の交通量があり、宿場に上地する天馬の人数も五街道と同数とあり、かなりの重要な役割を担っていた。金町駅前の市街地再開発事業により、誕生した高層マンション、ビナス金町2009年竣工。 1300年代にはすでに資料には、金町の地名は見られるものの、金町という地名がどのようにして付けられたか詳しくは不明である。現在の区画としての名称の旧来の南葛飾郡、金町を引き継いでいる。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 金町駅北口と南口にそれぞれバスターミナルがある。詳しくは金町駅を参照。道路橋梁史跡はそのほとんどが住居表示実施で分離された東金町地域に集中して存在する。明治末に金町の長谷六之助が下千葉中生という小株を4月に早取りできるように改良したもの。春に加賀が出にくい性質を持っていて春の栽培がしやすいため。 金町周辺では盛んに生産が行われた。ありがとうございます。